東京ときめきチャンネルリポーター、たっきゅんと申します。お願いします。お願いします。まあ、今日はね、こちらのお二人にちょっといろいろ聞いていきたいと思います。はい、じゃあまず年齢と、あと何をやってるとかお願いします。18歳大学生です。18歳大学生。ちなみにバイトとかは？バイトは某アミューズメントパークでしてます。某アミューズメントパーク。ボーリングとか有名だった？ああ、有名ですね。はい、どうですか？18歳大学生です。18歳大学生。ちなみにバイトとかなんか？最近カラオケで。カラオケ、はい。じゃあまず、まあ大学生ということで、まあ一応知り合ったきっかけは何ですか？2人が知り合った？ライブの関係で知り合いましたね。ライブ？大学とかじゃない？はい、違います。ちなみに何のライブ？ラルクのライブですね。ツイッターで。ネットで知り合ってて、でそしたらたまたま共通のリア友がいて、それでそのまま仲良くなったんです。そう。そのリア友と3人ですか？そういうわけじゃない。なんか、あ、その子知ってるわみたいな。共通の挟んでる子がいなくても別に、あ、はい、あ、いけた感じ。そういうの。その時に、ね、なんか連絡先とか交換したんですか？ LINE？ なんか、まあ、ちなみになんですけど、カップルではないんですね。カップルじゃない。残念ですね。あ、第一印象。第一印象って、はい、何の第一印象ですか？相手のことどう思う？あ、そのツイッターでのさ、ツイッターで見てたのと全然違うじゃないかみたいな。いや、なんか、ない すんごいギャルですね。ギャル、見た目がギャルですね。まあ、わからなくないですよ。ギャルじゃない。ギャルでは見た目はギャルですね。中身どうでしたか？中身は別に普通ですね。普通、そんなギャルじゃない。はい。どうですか？どうだろう。第一印象、意外としっかりしてる。意外としっかりしてる。意外と。意外と。見た目的にはまあ。まあチャラそう。まあチャラとギャル、まあ似たような感じで。なんか そんな感じ、似てますよね。はい、じゃあなんとかなんないのかなみたいなとこないですか？話し方。いや別に全然楽だからいいんですけど。だからすごくチャラい話し方だから、え、マジみたいな。あ、そう。そんな感じ。本当に、あ、こんな、マジだ。もしなんか清楚で大人っぽく喋ったらいいんじゃないかなみたいな。他にどんな感じの喋り方しますか？いや、とにかくチャラいです。チャラ。チャラくない。話し方。話し方がチャラ。大人っぽいか。じゃあ反対にやりますか。優柔不断。あ、優柔不断。それはどっちもお互い優柔不断。いや、でもうちの方が早かったよ、決めるの。いや、いつも結構ズルズル。いや、自分は優柔不断ですね。優柔不断で決める。なんだかんだ決めちゃいます。ちなみに今日ここ、まあ、デートしてたのは、いや、原宿にいて、はい、アボカド専門店に行って、アボカド料理の専門店、はい、それを食べに来ました。それはどっちが決めたんですか？それはなんか、あ、自分がアボカドの美味しい店知ってるって言って、はい、あ、行きたいねって話して今日来たんです。じゃあ3、2、1、はい。ありがとうございます。はい。僕も聞くのぶしつけなんですけども、まあ、東京ときめきチャンネルということで、一応彼はありっちゃありなのかなっていうのを聞きたいですね。なーいかな。あ、そうです。何がダメでした？年上がすごい好きで、あ、同級生は友達にしか見えない。 ありがとうございます。東京ときめきチャンネル、また見てね。